このブログをですね、録音してるときに時々あらの方向に行っちゃうんですね。あらの方向とは別に間違ってないんですけれども、この今日の話題ですね、がんを防ぐと、これは現在発がん性物質を全部なくなす、タバコを全部なくなれす、おまけに副流煙までなくなすとですね、私たちはもう本当にがんについては無菌状態のようになって、もうがんがものすごい勢いで増えてるわけですね。でがんの制圧というのを1975年ぐらいから始めてですね、がんの制圧どころか、がんはもうどん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 際限なく増えてる状態なんですよ。それで我々は今ですね、考えなきゃいけないんですね。タバコとかそういったがん発生物質を抑制し、食品の中から、がんの抑制物質を全部外し、定期検診し、放射線治療と手術によって、がんを抑えるという全体の制がんというやり方が全部間違ってる可能性があるわけですね。いや、もうもっとはっきり言えば間違ってることがもう実証されてるわけですよ。1975年ですからね、85年、95年、2005年、2015年、とも40年間国はですね、国もお医者さんも同じ方法でがんを抑えようとして、もう10倍近くになってるわけですね。でこれはですね、私が自分で研究をしてる時だったらもう絶対に方向が間違ってんじゃないかと思って深く悩みますね。ところがその厚生労働省の医師もですね、悩んでる気配がないんですよ。まあ悩んでて黙ってるっていうこともあるんですけど、科学者は公に言わなきゃいけません。そこでお医者さん頑張ってねっていう方に言っちゃったんですよ。私が言いたかったのはそうじゃなくて、私たちはどうするっていう方なんです。もう国も信用できないんですよ。国立がんセンターなんか全然何の意味もないんですよ。なんで国立がんセンターがあるのかと、これでがんセンターがあってがんが増えるのかっていう感じですよね。で年齢が増えたからじゃないんですよ。これ私もちゃんと補正してるんですよ。年齢ごとのがんの発生率っていうのを補正してるんです。大して変わんないんですよ。ちょっと増加が緩くなるぐらいしかないんですよ。だから我々ががんを止めるには自分で考えなきゃいけないんですね。もうお役所もお医者さんもがんセンターも全く期待できないんですよ。ということはどういうことかって言ったら、原因は多分ですね、またこっち行っちゃったらいけないんですけど、まあまずはがんの増加が止まらないっていうことなんですね。これはもう事実がそうなんですよ。グラフ見たらもう本当にこう、国立がんセンター何のためにあるのと、厚生労働省何のためにあるのと思うぐらいがんが増えてるわけですね。それから医師や役所はお金しか興味ないんですよ、実は。それが問題なんですね。私がよく言う高血圧もそうなんですけど、高圧剤をで儲けようと思っちゃうんですよ。だから血圧は高ければ高いだけのメリットとデメリットがあり、低ければ低いだけのメリットとデメリットがあって、本当に国民の健康にはどうしたらいいかってことを考えなきゃいけないんだけど、全然考えてないわけですね。それから政治家や活動家もいるんですよ。例えば活動家ですと禁煙運動をやってる人、こういう人もですね、もう禁煙に夢中なんですよ。政治家は禁煙をやると当選するかどうかだけなんですよ。全然国民の健康向いてないんですね。それからがんの検診はがんを防ぐことができないってことは、これお医者さん随分言っておられますね。結局私がガンセンターの理事長とお話した時に聞いた話によると、簡単にはがんは2種類あると。非常に成長の早いがんと成長が緩いがんがある。成長の早いがんの場合はがん検診をやっても、検診の時に、見つからないか見つかったら手遅れっていう状態だと。だから検診してもしょうがない。だから成長が遅いがんはですね、見つかっても別に手術する必要ない。だから結局がんの検診ってそれほど意味がないとがんセンターの理事長が言われましたけども、その理事長こそがですね、本当にがんを減らそうと思っておられるからそういう発言になるんでしょうね。それから最近ではもっと驚くべきこと、がん治療ですね、放射線治療とか手術で切除するということをした人と、それから生活に気をつけながらなんとかがんを自分の力で克服していこうとした人と比較すると、そのがんの治療をした人の方が短命だって言うんですよ。これも驚くべきことですね。だからつって私はですね、実はがんの手術とかがんの放射線治療を進めてないってわけじゃないんです。わからない、科学がわからないことを言っちゃいけないんですね。科学者ってのは自分で勘で言ってはいけないんですよ。だけどもそういうデータを見るとですね、あれ、がんで放射線治療をし、必要だったら手術するってことが必要だと思うし、
まあ、自分もそうなったらそうするだろうなと思うんだけれども、一方では、がんの治療をやり、手術をするとよりがんの進行が増えるというデータもまた正しいんですね。我々は一刻も早くそこをはっきりさせてほしい、そっちの方に研究を向けてほしい。変なですね、あの建前があって、もう一回タバコで肺がんになって言っちゃったからそれでもう通すんだというようなつまらないこと言ってなくてですね、もっとやっぱり科学的合理性を持った議論をして本当に国民をがんから救ってほしいって思うんですけれども、まあ、現在ではもうこれしょうがなくて、だってスーパーで買う食品にはもう発がん性物質ほとんどないし、それから最近では禁煙になり、さらに副流煙まで取っちゃうとですね、まあ、そのうちあのラジウム温泉は入浴が禁止されるでしょうね。そうしますとますますがんが増えたりするわけですよ。だから、まあ、今福島の放射線が少し高いんで、まあ、それによるがんがかなり日本では多いでしょうから、まあ、若干そこで禁煙分だけは福島の放射線で相殺されてる可能性はありますけどね、まあ、がんに対する免疫系、体の抵抗系っていうのは著しく損なわれていると言えるんですね。そしてまた、日本国のがんのを制圧するという人たちがですね、がんを制圧するんじゃなくて、もう今や、自分たちの仕事を続けると、そういうことになっているので、我々は自分で守らなんていかん。ところが食品の中にわざとがん発生物質を入れたりですね、まあ、今からタバコを吸い始めるっていうのもちょっとと思うんですけど、家族が本当に副流煙があった方がいいならですね、犠牲的にタバコを吸うことも必要なんですよね。本当これ笑い話じゃないんですよね。本当に真面目な話なんですよ。これだけがんが増えてきたっていうことはですね、我々ががんをにならないように努力してきたことが間違ってたっていうことなんですからね。例えばそういうデータいっぱいあるんですよ。有名なスウェーデンのデータですと、1200人の人を40歳の時に600人と600人に分けて、片方は酒タバコ全部 OK、まあ、運動もしなくてもいい、健康診断も受けなくてもいい、食べたいものは肉でも何でも好きなものを食えというグループ A と、それからグループ B はですね、酒タバコをやめて健康な食品を食べ、健康診断をし、適切な運動もしてっていうグループ、健康管理グループが B、それで10年間その生活を続けてもらって、50歳から60歳の死亡率を比較したら、驚いたことに健康な生活をした B のグループの方が圧倒的に死亡率が高いんですね。このことは何を言ってるかというと、酒を飲んだりタバコを吸ったりするのがいいとかいうことを僕言いたいんじゃなくてですね、我々はこれが健康だっていうことが間違ってるってことなんですよ。これが健康だっていう中に、お酒を飲んだりタバコを吸ったりするのは悪いと、運動した方がいいと、それから健康診断をした方がいいと、真面目な生活をした方がいいっていうのが健康的な生活だという定義がもう間違ってるってことを言ってるわけですね。お塩を減らした方がいいっていうのはそれですね。だから野菜を食べた方がいい。だから我々が今ですね、頭で考えている、まあ、マスコミが洗脳したんですけども、お酒はダメ、酒はあのタバコはダメ、塩辛いものはダメ、というずっと一連運動をした方がいいって一連のやつがありますね。これはもう明らかに間違ってるっていうデータがいっぱい出てるんですよ。要するにその私がそう勘で言ってるとかそういう話じゃないんですね。そうすると、まあ私がこう自分ががんにならないためにどうするかなと思って、一生懸命お医者さんが、真面目なお医者さんが一生懸命書いてる、まあ国の御用のお医者さんはダメですけど、ちゃんとしたお医者さんの書いてるものとかのを見るとですね、感じとしてですよ、私たちはどうするかって、今もう国は全然ダメですよ、がんセンターは全然ダメですよ。だからまず第一、無理を避ける。これはまあストレスの原因になるような無理を避ける。よく深呼吸をして酸素を取り入れる。それからやや暑い風呂に入る。暑い風呂に入るとあんまり温度差が激しいと危険ですから、風呂場を温めとくとか、そういうふうにして暑い風呂に入る。それからまあ1日に15分以上ぐらいですけども、日光浴も努めてする。それから運動もまあ軽くするということなんで、無理を避ける、深呼吸をよくする、ちょっと厚めの風呂に入る、体温を上げるっていう意味もあるんですね。体温を上げるっていう意味じゃ、栄養あるものを食べるっていうことで、あまりお肉とか食べないとやっぱり体温下がりますからね。だから日光浴もある程度必要だと、皮膚科の先生が何か言いますけども、トータルとしては日光浴してる方ががんが少ないんですよね。それから運動も少しすると、まあ、こういったことをするしかないかなと。
で我々はもっとですね、お医者さんとか厚生労働省とか国立感染センターにもっと真面目に取り組んでくださいよと、まあ、その傍ら言うってことで、そっちばっかをこの前強調しちゃったんで、ちょっと反省しまして、もう一回掲載することにいたしました。